WWE スマックダウン12月1日日本時間2日ブルックリン契約サイン直後に会社の上層部に向けて必殺技炸裂異婦人極まりない大物レスラーの暴れっぷりに普通の会社なら即解雇やん当前代未聞の騒然シーンが発生し制御不能の男の挙手に注目が集まった12月1日日本時間2日 放送の WWE のレギュラー番組「スマックダウン2」に毒蛇コトランディ・オートンが登場先日開催された「サバイバーシリーズ」で復活を果たしたオートンだが今のところ無所属という事情からロースマックダウンの両 GM がオートン誘致合戦を繰り広げた「サバイバーシリーズ」では5対5の対抗戦「ウォーゲームズ」 特殊な形式の金網戦で金網を頂上から振ってきた JK 幕棚に空中キャッチ RKO を炸裂させチームの勝利に貢献したオートンその健在ぶりを見てローのアダム・ピアースとスマックダウン・ニック・アルディス二人の GM がうちに来ないかと共に好条件を出し合う公開オファー合戦が開幕したそしてアルディスの 君の宿敵を差し出そう、という一言にオートンがピクッと反応。その宿敵ローマンレインズ率いる、ザ・ブラッドライン、コモンポール・ヘイマンも絶妙なタイミングで登場。ソロシコは、ジミー郵送も加わり大乱闘を繰り広げた。ジミーを RKO でひねりつぶしたオートンは、これで目的がはっきりしたか、ローの契約書を放り投げて、スマックダウンへの参戦を表明。 ローマン・レインズに伝えろ、ダディー、が帰ってきたってな、と宣戦布告した。待望の展開ににんまりなのはニック・アルディス GM。よっしゃゲットだぜ、と手を叩きオートンの手を上げご満悦だったが、ここでアルディスにまさかの RKA 大炸裂。こともあろうに番組を束ねる幹部がリングに頭から突き刺さり、崩れ落ちてしまった。観客は大喜びだが、まさかのボス。 上司への制御不能な必殺技での手洗い歓迎にファンからは、AA、W、お祝いだね W、制御不能だ、会社なら、即解雇やん W、と驚き気味のリアクションが相次いだ。